こんばんは、春風旅行者の佐藤でございます。今回はですね、アフリカのタンザニアです。タンザニアにあるですね、レイクマニャラツリーロッジ、レイクマニャラというのはマニャラ湖という湖なんですけどね、その湖畔にあるツリーロッジをご紹介いたします。このロッジはですね、アンドビヨンドという、私どもがアフリカでは一押しの、ラグジュアリーホテル、ラグジュアリーロッジを運営するグループがあるんですけれども、そこのですね、本当にハイエンドなロッジでございます。でアンドビヨンドというのはですね、ほとんどがアフリカ、そしてアジアの一部を中心にですね、ラグジュアリーロッジ、ラグジュアリーホテル、そういったものを運営しているんですけれども、私どもが一押しする理由にはですね、ただそのラグジュアリーロッジを運営しているというだけではなくて、そのサステナブルということと、循環型ですね、施設が循環型になっていることと、そしてですね、地域との共生というのを常に掲げているんですね。アフリカなのでまだまだ発展途上の国が多いです。でそういうところにですね、こういうラグジュアリーなホテルを建てて、お客様にお泊まりいただいて、そしてサファリを楽しんでいただく。でその利益をですね、それは自分たちの利益とするのではなくて、地域に効果の還元していくんですね。やっぱり一番大きいのはその地域の子どもたちの教育、そして地域の方々の雇用、ホテルなので雇用がいっぱい生まれるわけですよね。そしてですね、その地域のインフラ、そういったものに対して、限りなくそのできるだけの補助をしていくと。で現地の行政などと一緒になってですね、その現地の発展のためにいろいろ考えてやっていくと、そういうですね、非常にその社会性の高い、意識の高いその、ホテルグループ、ロッジグループなので、私どもそのずっとですね、このアンドビヨンド応援して、私どものではですね、一押しのグループというふうに考えております。でですね、このツリーロッジなんですけれども、まずマニュアラ湖というのがですね、左側にこうアフリカ全体の図があって、この赤いところがありますよね。その赤いところがマニュアラ湖の位置なんですけれども、日本からの行き方としてはですね、大きく分けて2つございます。1つはですね、このダレスラームからセスナみたいな飛行機があるんですけども、これで飛ぶっていうのがまず一つ。そしてもう一つはですね、これキリマンジャロですね、8000メートルを超える山ですね、このキリマンジャロに実は空港がありまして、でその空港からですね、マニュアラ湖の方まで飛ぶという、2つの方法がございます。でどんな飛行機で飛ぶかというとですね、こんなセスナタイプの飛行機なんですね。これコスタルエアという航空会社なんですけれども、こういう飛行機の場合ですね、ご覧いただければ分かると思うんですけれども、スーツケースは乗りません。ですので、大体10キロから15キロぐらいが入るソフトバッグで、お越しくださいっていうふうにご案内をさせていただいております。で距離的にはですね、タンザニアから2時間とか3時間とか、ごめんなさい、ダレスサラームから2時間とか3時間とか、そんなもんなんですよね。でですね、どうしてもスーツケースをお持ちになりたいというお客様も中にはいらっしゃるんですけれども、ちょっと一回地図に戻しますね。そうするとですね、車で走らないといけないんですよ。そうするとですね、お時間が非常にかかるということ、タンザニアから多分どこかで一泊が必要になると思います。であとですね、道がいわゆるアフリカンロードといいまして、乗ってるともうこんなになってしまうので、絶対にお勧めしません。また加えてですね、いろんなところ、アフリカのいろんな場所を通るときに、先ほどのこの飛行機ですね、この手のタイプのセスナに乗るときは、基本的にスーツケース乗りませんので、もうアフリカに行かれるときはですね、スーツケース諦めて、それでそのこういうソフトバッグでお越しいただければよろしいかなと思います。でホテルにはランドリーがございますので、例えば3泊とか4泊とか長く滞在される場合もですね、そこでランドリーで何度も洗って、またご利用、お使いに洗濯をすると、そんな感じなんですね。でですね、このマニュアラ湖のサファリの特徴というのがいくつかございまして、まず一番はですね、木に登るライオンですね。もともとライオンは猫科の動物なので登れないことはないんですけれども、一般的にライオンって木には登らないんですよ。ケニアとかあと南アフリカなんかのサファリをご覧になられた方はもうお分かりだと思いますけども、草原にベタッと転んではいるんですけど、まず木に登ることはありません。ただ同じ猫科でもですね、チーターとかはもう普通に木に登りますけれども、ただこのマニュアラ湖畔のサファリではその木に登るライオンが見られるっていうのが一番のポイントなんですね。でですね、他にはですね、これキャノピーっていうんですけども、キャノピーって例えば運動会で来賓席の上にこうテント
ットの屋根だけみたいなのがありますよね。ああいうのキャノピーっていうんですけれども、こういうキャノピーでですね、はしごがついていて、それでこの木と木の間をこう結んであるんですね。でですね、これ何のためにあるかというとですね、一番高い木のところに地上18メートルの展望台がついているんです。そこに行くためのキャノピーなんですけれども、そこからですね、バニャラッコとかその湖畔の、まあ、その広い自然をこうご覧いただけるという、そういうことなんですね。で、やはり危ないので、こういう、まあ、左右にこう網があるのが、こう壁みたいな感じであると思うんです。これ下までありますから、もしこのはしごをですね踏み抜いちゃったりしたとしても落ちることはないので、どうぞご安心して上まで上がっていってください。でさらに面白いのがですね、これアフリカではここぐらいじゃないかなと思うんですけれども、自転車サファリ、バイシクルサファリ、バイクサファリっていうんですけれども、自転車でこうサファリをするんですよ。やっぱりその湖の周りって平坦な場所なので、ガイドさんと一緒にですね、みんなで自転車に乗って、で、まあ、湖の周りを走りながらこうサファリをするという、まあ、これもまたですね、ちょっと他ではあんまりないんじゃないかなと思うような、とても楽しいサファリですね。それからですね、ナイトサファリです。これはまあいくつかの場所でもあるんですけれども、まあ、やっぱり動物って夜こうよく動くので、まあ、そういったものをですねご覧いただくために、まあ、夕方から出るわけなんですけど、まあ、この写真だとまだ夕方なので、まだこう人間の肉眼でもこう動物を見ることができるんですけれども、日が暮れてしまうともう真っ暗です。星明かりとか月明かりぐらいでは動物を見ることはできません。ただ動物の方からはよく見られてますけれども、でどうするかというとですね、まあこの車に乗せてるかどうかは分かりませんけれども、暗視カメラというのを使うんですね。これは光が全くなくてもその像をはっきり映し出すことができるカメラというのがあって、そこで見るとその目で見ると真っ暗でも、その同じ場所をカメラで覗くとちゃんとライオンが2頭映っているとかですね、像とかですね、いろんな動物がそこで見えるわけですよね。そういったちょっと楽しみ、肉眼では見られないんで、そういった楽しみもございます。でですね、ロッジがそのツリーロッジというぐらいなので、どんな感じなのかっていうのをご紹介するんですけれども、木の上にあるわけではないですね。やっぱりロッジ大きいので、やはりその天然の木の上にこうちょっと絵本なんかで出てくるようなものは作れないですけれども、こういう日本で言えば高床式ロッジ、そんな感じでしょうかね。そんな感じのロッジがこうあるわけです。でこれはまあ外観なんですけれども、中はこんな感じで非常にラグジュアリアスなんですね。本当にハイエンドのレベルの高床式ロッジなんですけれどもですね、これ見てください。これがキャノピー、天蓋ですね。天蓋がついております。でこの天蓋にはですね、もちろんそのデザイン的なイメージとか、ハイエンドなイメージを出すの他にもう一つ意味があって、これ蚊帳なんですよ。夏の間ですね、やっぱり蚊が来るので、やっぱ蚊帳の意味があるんですね。でこちら手前の方にはリビングになっておりまして、割と爽やかな感じのソファーなんかが置いてあります。これですね、結構広い、床面積があります。ですから非常にゆったりとご利用いただけます。でですね、やはり私どもいつも思うんですけれども、ご家族で行かれたり、ご夫婦、それからカップルの方行かれてもですね、やっぱり何かと女性の方が気を使われる、ファミリーなんかでは特にお子様のお世話をですね、お母さんされたりしますので、そういう時はですね、やはりその、スパでちゃんとこう心も体もリラックス。で私どもではですね、最近いいスパのないホテルはご紹介しておりません。いいスパのあるところのホテルだけを選んでご紹介しております。ここもですね、いいスパが入っております。でフェイシャルであったりボディであったりですね、こういうテクニシャンの方にこうマッサージなどをしていただいて、そしてリラックスしていただくと、そういうふうな感じでですね、ここはスパ専用のプールとかいうのはないですけれども、リラックスしていただいてですね、中央棟というのがあって、そのフロントの施設なんかがあったりしますけど、その近くにはプールがありますから、そういったプールでもですね、ゆったり使っていただいて、プールに浸かるというのは変ですけれども、それでリラックスしていただいて、また明日からのサファリとかご旅行に影響を養っていただければと思っております。
これはですね、そのロッジのところから見ているレストラン、レストランじゃない、ディナーの風景なんですね。で、さすがにですね、中央棟のところには、先ほども申しましたけれども、フロントの機能があったり、隣にはプールがあったり、レストランがあったり、バーがあったり、ラウンジがあったりするので、さすがにそこはですね、ツリーの、いわゆる高床式は無理なので、地面に直接作っているわけなんですけれども、ここの写真ではですね、要するに、外でディナーをしましょうと、その自分たちの庭でですね、こう写真見ていただくと分かるんですけど、こういう薪でですね、ずっと囲いを作っておりまして、そこにこう無数のランタンを吊り下げております。で、これからだんだん夜になって、日が落ちて真っ暗になっても、このランタンの光がこう光りますので、非常にこうちょっとムーディーな感じで、ディナーをお取りいただけると、こちらに火も焚きますので、非常にこう本当にサファリに来ているというすごくいいイメージですね。しかも泊まるところはその高床式のツリーロッジですから、こういうイメージが本当にこう現実化するような、そんな雰囲気の、ツリーロッジなんですね。今回はですね、そのアンドビヨンドが提供する、レイクマニアラツリーロッジっていうのをご紹介いたしました。でですね、これ一番いいのは多分タンザニアの行き方ですね、キリマンジャロ空港の方から行かれるのが多分いいと思います。でですね、どうせキリマンジャロに行かれるんでしたら、ついでにキリマンジャロのあたりもですね、観光されたりですね、トレッキングで上まで上がるというのもできますけれども、そこまでは申しませんけれども、キリマンジャロのこう一番上にですね、息をいただいているような風景とかですね、あたりにも、いいサファリがございますので、そういったものと組み合わせる、またはですね、ちょっと地図をまで戻しますけれども、これですね、このマニアラ湖の赤い星がありますよね。そのすぐ左側に緑色になっているところがあると思うんですけど、あれを北に行くとですね、セレンゲティという国立公園があるんですね。で、そのセレンゲティが国境を越えてケニア側に入るとマサイマラという名前が変わるんです。そういう位置なんですよ。で、セレンゲティの方は非常に広いので、動物をなかなか見ることができないということもあるんですけれども、またそういうですね、セレンゲティとマニアラ湖を組み合わせて、いろんなサファリを楽しむというのもですね、また一つ面白いツアーのあり方かなというふうにも思います。今回はですね、アンドビヨンドの提供するツリーハウスロッジですね、ツリーロッジですね、をご紹介いたしました。ご家族様で、もしくはご夫婦様で、それからカップルでもですね、十分楽しめる本当に素敵なロッジなので、一度訪れてみてはいかがでしょうか。それではチャンネル登録をお願いいたします。ありがとうございました。